はい、皆様お待たせいたしました。6月17日、夜のスピリチュアルテレビの時間になりました。ちょっと声の方がね、あれですね。はい、今日は、昨年の5月にね、出ていただきまして、約1年ぶりになりますけれども、自らの伝言などなど様々な著作でも、有名な水の伝道師江本勝さんに、お越しいただきました。江本さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、こんばんは。こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、あっという間の1年だったと思うんですけれども。はい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 、ね、で昨年の放送の中で、最後の方におっしゃられたのがその、311の後に、いろいろもうこれは自分もやらなくてはということで、あの地震に、まあ、ある意味エネルギーをいただいた、それからまた、さまざまな活動をされるようになったというお話伺いましたけれども、はい、その後いかがでしょうか。はい、福島の子どもたちに安全な水を送る父母の会というものを、まあ、作りましてね、子どもたち用に 600cc 用の、まあ、エンゼルウォーターというものを、継続的にお配りしてます。だんだんこれがこうボクシングのカウンターブローのようにね、良い意味で効いてきましてね、皆さんが、うちにもこの地区にもということでご要望が出てまいりました。なかなかそのお金も大変かかるもんですから、タイの国でね作ってるものですから、最初はまあ、義援品だったんですよ。でももう、半年ぐらいでそれはまあ、有料の商品に変わりましたんで。はいはいはい。はい。ですから、それを、私どもが、なんとか、皆様にお願いをしまくってね、協力金をいただく中で、まあ、一生懸命、はい、送っているところなんですね。はい。もう、その活動だけでも本当大変ですよね。そうですね。ただ、どうでしょうね。福島の現地の、はい、方のことを思えばね、はいはい、まあ、そんな大変なんて言っておれないし、この6月の29日でしたかね、福島、はいはい、今度は市の方でも、はい、根本さん、ご存知のね、はい、根本さんの主催する、はい、音楽会で、はい、また私も、呼ばれておりまして、あ、そうですか、はい、そこでお話をして、なおかつ皆さんにお水をですね、お渡しするというようなことも考えています。ありがとうございます。本当に今ね、名前が出てきました。根本さん、はい、指揮をされている方で、この根本さんにも本当 ご協力いただきまして、ありがとうございます。やっぱり根本さんも江本さん同様に福島のことを考えられていてということで、つながっていただいて、一回だけね、飲みに連れて行っていただきまして、はい、本当に あの晩は本当にもうね忘れられない夜になりました。お店もなかなかいいでしょう。いいですね。ね、江本さんの会社のそばで見つけたお店で、はあはあ、夜は一般客には公開してないんで、はあはあ、すぐに、貸し切りにしてくれるんですよね。ああ、ね、奥様ともね、奥様がいただいて、はい、本当に、夢のような一日でございました。この間も本当に根本さんのちょうど明日根本さん実は誕生日なんですよ。あ、そうなんですか。はい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 。6月18日になるんですね。そうですね、うん、面白いなと思いますけど、ね、はい、多分昨日は誰かの誕生日だったとか。あ、そうですか、どなただろう。あなたにじゃなかったっけな。いや、僕は7月10日の納豆の日なので。ああ、それをどっかで読んだんだ。あ、面白いなと思って。あ、それで、はい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 、
ね、その福島のことも、されながら、海外でも講演をされたりとか、本当、ね、いろいろと活動されてるなっていう、実はその先々週、フランスで、セーターを作っている、アダム・ベンジャミンっていう方がゲストでいらっしゃったんですけれども、彼もその自分が作ったセーターが実際どういう効果があるのかということで、ドクター江本のところに送って、調べていただいたなんていう、話を聞きました。ああ、つながってるなと思って。そうですね。うちのまずかみさんに、そのセーターを、着てもらっております。それから、今度は水の、結晶を撮影をするという方向ですね、水の結晶につきましても、もうね、さらに研究の方が進まれてると思うんですけどもね、そこら辺から、多分江本さんの中でもいろいろ水に対しての考え方というのがさらに、広がられたのかなという気はしております。そうですね。考えてみたらもう25年も水の研究といいましょうか、水と相対峙をしているわけですね。その中で一番、大事なことは、水は情報を記憶し、化合物質があるということです。まあ、それ自体がまだ一般の科学では決められてはいないんですが、しかし、このことについてはもう、結晶写真などから、もう絶対に100%間違いのないことを起こすんですが、まあ、それよりも大事なことは、いまだにこの水の不思議さというものですかね、神秘というものいろいろなところ、こともあるんですが、例えば水は氷になると、浮くということですね。そうですね。よりも浮くということ、これ自体が他の物質ではありえないことなんですよね。それから、まあ、表面張力がああいうふうな感じであるということ、それから、まあ、水は固体になったり、液体になったり、蒸気になったり、様々にその様態を変化すること、あるいは水は、引力に逆らって上昇することもあるわけです。様々な水の特性そのものが、こんだけ科学が発達している、この2000、まあ、21世紀を迎えてもね、まだ何も分かっていないという、その不思議さですね。それからもう一つは、もしもし。ギリシャの哲学者でタレスという人がですね、今から2500年も前に、水は万物の源であると、まあそういうふうに言っておりましてね、そのことを否定する人は誰もいないんですね。ソクラテスであろうと、その後のあらゆる哲学者が、それをいつもいつも参考にして言っています。ところが、何一つ、2500年経ってもね、解明されていないというこの不思議です。で、僕は最初はね、つい最近まではね、これは水の実態を調べると、時の権力者にとって、あるいは科学者にとって、都合の悪いことになるから、あえてタブーという範囲に押し込みちゃったんじゃないかなと。水のことはもう触るなと。というようなことがずっと2500年も続いてきたんではないかなと思ってたんですね。だから僕の水からの伝言などについても、からの伝言を、信じないでくださいとかね、いうのを書いている日本科学者がいるし、それを支援する科学者グループがたくさんいて、
いわゆる、Google なんかで、私のことを調べますと、まあ、とんでもないような批判記事ばっかが出てるわけですね。だから、そのこと自体を私は、時の権力者、資本主義とか、まあ、昔の帝国主義だとか、あるいはもっともっと昔の専制英国の王様とか、そういう人たちが、にとっては、水のことを知られると困るから、あえて、その、科学者に、研究させないんじゃないかなと、と思っておりました。本当つい最近と思って。ところが、よくよく考えてみると、もう一つ同じように、不思議な存在のものがあるわけです。ほうほうほう。水という物質以外にね。それは、神の存在なんですね。もう本当に人類始まって以来、この宇宙の秘密とか、なぜ、地球があるのか、なぜ人類があるのか、なぜこんな風に、大自然があるのかということについて、はいはい、皆さん、当然、まあ、不思議に思い、それは誰か、something great なるものの存在があって、作られている。よろしいですか？はいはいはい。声の方、平気ですか？はい、はいはい。まあ、そういうふうに、思われると思うんですが、要するに神の存在をですね。しかし、この神の存在ということも、なかなか難しい。結果的にはまだまだ誰も分かっていない。まあ、いろんな宗教の方がそれぞれ、追求はしておりますけれども、まあ、俺が正しいんだ、こっちがいいんだ、近いんだ、とかいうようなことで、争いにはなっても、本当のところというものはまだ分かっていません。そこで思ったんですね。水と神という関係。なるほど、うん。ひょっとしたら、水そのものが神なのかもしれない。あるいは、水そのものが神の代理なのかもしれない。まあ、前々から僕は、水は神のメッセンジャーであるということは言っておりましたけれども、最近になってそれが、さらに、水は神の代理である、あるいは神そのものであるというのことを、まあ実は言い始めているんですね。で、そのようなことを初めてお話したのが、うん、4月のブルネイの国での講演会でありました。まあ、ブルネイという国はご存知のようにイスラム国でありましてね。そうですね。かなりいろいろと、うん、お話をするには神経を使うわけです。うん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 、で、事前に、まあ、台本なんかもチェックされたりして、あ、そうですか。これは言ってほしくない、これは言っていいというようなこともあったわけですが、実はそこの会場で、今申し上げたようなことをお話をしてしまったんですね。あはは。ところがこれが大好評だったんですね。あ、そうですか。700人も、はい、おられた観衆が、うん、イスラム圏というのはめったに拍手なんかしないんだそうです。もう大変なる喝采をいただきましてね、喜んでくれました。翌日の地元の、一流新聞、でもね、多い。取り付けられて、まあ、イスラム教の国で私の今の考え方を述べて、何もなかった。逆にその拍手、喝采であったということは、私は大変に意を強く言います。やはり、いつもいつも宗教の争いということになってくると、はい、まあ、イスラム、教というのがね、その真ん中にあるような気がしてたから、なるほど、イスラム教で水のことをこのように言っても、これは問題ではなかったんだな。そういうことから、いろんな宗教の水に対しての、考え方を
調べてみますとね、はいはい、やはりね、みんな、私が申し上げてきていることについて、まあ、肯定的なであるし、実際に過去13年間いろいろな国に言われてありましたが、はいはい、まあ、宗教の、熱いのはないんですね。うん、で、キリスト教から仏教、それからユダヤ教、イスラム教、ヒンズー教、もうすべての宗教の団体なり国家から私は呼ばれてお話をしているわけです。今のこの例を見てわかるように、はい、やはり、なかなかまとまりきれない、国家間というものを、特に宗教の存在というものがあって、まとまりきれない国家間同士の、まあ、コミュニケーションね。はい。これをそのつなぎ止めるには、やはりこの水というものが一番なんだなと。うんうん、それをぜひ、まず日本の皆様にもね、理解をしてもらいたいなと思って、今日あえて、公共の場としては今日初めてですが、このことを、お話をしたいんですね。あ、ありがとうございます。で、ここに私水を持ってます。はい。ね、で、この水は普通の、はい、ってことはない水と思ってしまえばそれまでなんですが、はいはい、実はこの中の水が腐ったと思いましょう。そうすると、我々は神社に行ったり、お寺に行ったりしていろいろなお願い事をしてきますが、はい、わざわざその必要はなくなるわけじゃない。自分の手元に、神がいるんですからね。うん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 、そして真摯な気持ちでもって、その水に対して、例えば、まあ、お病気をなんとか治してくださいというのをね、するとかね、うんうん、お母さんの、お病気に、まあ、いろんなことをお願いするのにもついて、その、まあ、大学に入試が受かりますように、うんうん、この水を、神と思ったときに、本当に水は神の代わりをしているんじゃないかと思いますね。と、そこまで思い切ることが大事ですよね。はい。ですから、ぜひ今日この話を聞いて、なるほどなと思った方は、ね、明日から、そういうつもりで水と接していただければ、絶対いいことがあります。なるほど、なるほど。ね、もう自分の思い、祈りというのをもう水に、水がもうイコール神様だから、はい、そこにお祈りをして飲んじゃいましょうというところですね。なるほど、なるほど、ね。それ実際もうね、やってみたいですよね。誰でもできる。はい、うん、神をとても身近に感じることなんです。うんうんうんね、その時に大事なのは、そのお水をその神様、であるというところで思ってからお願いをするっていうところなんですね。そうですね。はい。いや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 。で、もう一つは、お願いの中に、はい、必ず感謝の思いを伝える。うんうんうん、ありがとうという、思いを伝えるということです。まあ、昔からありがとう、ありがとうという言葉はとても素晴らしい言葉だよ。大事な言葉だよ。だから、いつもいつもその思いを持っていなさい。その言葉を使いなさい。いわゆるありがとうおじさん的な方を含めて、たくさんの教えがありましたね。だけれども、なぜありがとうが大事なのかということを、きちんと分かるように教えてくれる人はいなかったと思うんです。で、私は、この宇宙、この世の中の構成が、構成というのは、まあ、当然誰かが設計者がいるわけですね。はいはいはい。神という存在だと思いますが、うんうん、こんなに素晴らしいその大自然、
しかも食の循環だとかいろんなことを見るときに、とってもとってもその素晴らしい、ブループリント、設計図がなければできない、作れなかったことと思いますね。そしてそのブループリントなるものは結果的にそこからエネルギーが生じなければ、何もできません。ただ、空ごとでは何もできません。じゃあ、そのエネルギーとして何を使われたのか、まあ、それが、バイブレーションである。バイブレーションは、どっからじゃあいただいたのか。太陽の光であろう。まあ、太陽の光が、東線とか赤外線とか何とかというものが、立派な振動であり、エネルギーであることは、今の科学でも証明していますが、そのエネルギーを使わないことには何もできない。で、そのエネルギーというのは常に陰陽の二つのタイプのエネルギーがないと、実際に物化しない、物質化をしない、というようにも設計されていると思うんですね。で、陰陽、ポジティブ、ネガティブ、のエネルギーとして代表的なものに、ポジティブなエネルギーとして、陽のエネルギーとして、愛、人を愛するということ、すべての人に慈しみを与えているということ、これがポジティブの陽の方の代表的なエネルギーであろう。そして、受け身の方のエネルギーとして、陰のエネルギーとして、感謝、すなわちありがとう。実はこの組み合わせが、で全てが出来上がってきているんだっていう。愛、プラス、感謝、ということですね。もう15年も前から愛感謝、愛感謝って私は言いますが、ようやくその意味が、分かってきたわけです。つまり、創造主、神なるものは、あるいは大自然なるものは、常に惜しみなく、この地上に愛を、愛のエネルギーを下ろしてくれています。常時ね、いつもいつも。で、しかし愛のエネルギーはそれだけだったらば何にもならないんですね。要するに、まあスカッという感じで、愛がいくら降りてきてもそれを受け止めるものがなければエネルギー化はしないわけです。で、その受け止めるものがありがとうなんですね。ありがとうということを、愛してるよということと、これは一対のものであったということです。一つだけじゃ何にもならない。愛のエネルギーをいただけるのには、必ずありがとうという、受けるエネルギーがなければ来ない。それがわからないで、いっぱいこのいっぱい、愛のエネルギーが十二分に来ているのにね、ありがとうということがわからないために、その素晴らしいエネルギーをみすみすみ逃している人はたくさんいる。まあ、そう思うんですね。ですから、愛のに対してありがとう、感謝のは実は一対であって、二つで初めてようなすということですね。まあ人間も、男と女とか分かれております。すべてのものも人間に分かれていますから、まあそういうようなことで、この設計がされているんであろうと、思いました。で、そういうふうに考えるとね、はい、ありがとうということの言っている意味合いが、上辺だけのことではなくなるわけですね。本当の心の底から感謝の思いが湧き上がってくる。
神なる者は常に、純粋になる愛を起こしてくれてるわけですから、はい、それはもうそういう純粋なありがとうという受け入れの思いが完成すればね、その人のところには必ず、素晴らしい幸せが来ますよという、まあ、そういうようなことも最近はお話をしています。まあ、いずれをすべて水の結晶写真から教わった、はい、ことですけれどもね、うんうん、そうですね、ありがとうございますね。以前あの先生の方からその実験、実際にあの結晶を作るときに、それを扱う人の気持ち、その時の状態が、どうであるかでその結晶も変わってくるんだよっていうお話を伺った時に、あ、それって確かにそうだし、今の、愛するとありがとうが一対になってるっていうのも、なんとなくその辺からも伺えますし、実は、自分は整体をやってますので、はい、あのいろんな方と、ね、あの実際にあの整体をさせていただいたりヒーリングをとかカウンセリングをさせていただく時もやっぱりその気持ちがないと、響き合わないなっていうのを実は、この間、ね、昨年エモさんが来ていただいて、先ほどのお話を、していただいた時に、あ、そうなんだな、やっぱりそうなんだなっていうふうにすごく腑に落ちたんですね。そうですね、まあ、病気というのはやはり、はい、免疫力が落ちると、はいはいはい、病気になる、うん、本来ならば神様は私たち人間に対して完全なる自己治癒能力というものを与えてくれていたはずなんですが、はいはい、あ、それが何らかしかの、まあ、私ども人間の、まあ、不摂生というか勘違いで、はい、それが落ちてくるわけですね。自己治癒能力が、免疫力が下がってくるわけですね。で、その免疫力ということもですね、お医者様に例えば伺ってみましょう。免疫って何ですかって。免疫って何ですかって伺ってみると、多分ね、完璧な答えをできるお医者様は一人もいないんじゃないかと思うんですよね。はい。で、まあ、私に考えるところでは、免疫というのは、今申し上げた、愛、感謝のエネルギーのバランス。これが、きちんとされているときに、免疫力は我々に与えられると。そうでない場合は、免疫力がだんだん減ってくる。そして、すなわち自己治癒能力が落ちてくる。そして、外部から、邪気なるものが入ってきたときに、これを、こうし得ない。そして侵されてしまうという、まあ、ことだと。で、その自己中能力、免疫力を、与えるために、例えば、代替医療という方々が一生懸命やっておられるわけですね。代替医療が、の方々が、いろんなテクノロジーを使いまして、患者さんに対して治療をいたしますが、結果的にそれは何かというと、愛なんですね。その患者さんをもう何とかして助けてあげたいという、まあ、美しい愛。そういう方々がこの分野には多いんですね。代替医療に携わるからね。だからそういう時に、患者さんの方が、感謝の気持ちを持ち得なかったならば、それは先ほど言った理論で何もならないわけですね。ですので、病気もあんまり治らないでしょう。そういうふうになると思いますね。
うん、確かに本当そうですよね。ね、うん、愛感謝というのは、だからそれほどまでにいろんな面で重要だということです。で、例えばじゃあ放射能はなんで怖いのかというと、これも放射能は、がんがに人をさせますが、なぜまたがんは怖いのかと。がんというのはやっぱり波動的な病気だと思うんですね。要するに、原子レベルの向こうの素粒子レベルの問題における病だと思うんですね。で、まあ、が放射能というのの一番怖いのはやはり、免疫力を損なう、弱めてしまうというところで、それがだん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 、いろいろなところに転移をしていく、そして全般的に、機能をダメにしてしまうということにありますが、その時に、がんは放射能は免疫力を弱めるわけですから、放射能と物質の一体何かというとね、愛感謝の反対の物質であるという、ね、愛感謝が免疫力である、愛感謝の反対のものが放射能の引用である。愛の反対は憎悪、嫌悪、そして感謝の反対は憎しみ、まあそういうものが放射能、放射性物質のね、実態ではないかなと、うんうんうん、私は思う。ははは。ということは、今っていうのは本当に愛と感謝という、プラスのものをより多く、出していった方が、放射能のことを考えてもいいよっていうことでしょうかね。なんていうんでしょうね、やっぱりありがとうの方の方が大事なわけですね。ありがとうですね。愛の方はなかなかそういう状態の中では出せませんのでね、ドーンとしてね、うん、そういう余裕はありませんからね、とりあえず、皆さん被災地の方々につきましては感謝の思いですね、ありがとうですね、その思いを強くいつも、諦めずにお持ちになっていれば、必ず、愛を持ってそれを助けてくれる方々が現れますし、現実にたくさんの人が福島地区東北三県に、頑張れって言って応援に行ってますよね。そうですね、はい、でそういう応援の力、いわゆる愛の力に対してそれを素直に受けるありがとうの心、それが一致した時に放射能が来ても怖くない愛感謝の免疫力波動で、放射能の波動をブロックすることができると思うんです。ですね、昨年水が答えた般若心経っていう、はい、DVD がついている、本を出されたのも実はそういうところも含めてという。そうですね、何もまだ分かりにならない方、難しいこと、お水のことも分からない、本も読んだことないし僕のことも知らない、でも般若心経というのはとても日本人であるならば中学生ぐらいの方でも、聞いたことはある名前をね、そういうあれでございますので、しかもあのように、音楽的なリズム、般若心経の唱名というものね、はい、などをまあフィルム化したものを紹介することによって、それを1日に1回ぐらい皆さんが耳にすることによって、いつの間にかその波動がね、体の中の水に、印刷されまして、自然に、自己治癒能力を作ってくれるんであろうと、まあそういう思いから、あの本を発刊いたしました。もちろんこれは発刊元の、
会社の社長の、まあ、思いでもありましてね。ソレイユ出版って言うんですけどね。はい。ソレイユ出版。はい。ですね。大変立派なお仕事を私に託してくれました。ありがとうございます。質問がいくつか来てます。はい、ちょっとよろしいですか？はい。そうですね。テディさんからいろいろと。江本先生がおすすめの波動の高い食べ物を教えてください。うん。っていうことですけど。食べ物ですか。今私が食べておりますのは、欠かさず、食事の前に、まあ、ローフード。厳密にローフードまでできないケースもあるもんですから、まあ、生野菜。野菜を、サラダですね。これは必ず、食べるようにしています。やっぱりそのローフードがいいっていうのは、何かこういう理由でいいんだよってのってありますか？まあ自分は、まあ、あの糖尿病の気が、あるもんですからね。血糖値を抑えるのに、とても良いと、いう効果はあります。実際に、それを食べてから、普通のご飯をいただくのと、食べないで普通のご飯をいただくというのが、血糖値がかなり2、3割ね、上がってきてしまいますね。ああ、そうですか。ですので、日本人の中では、実は、自分はまだ平気だよと思っている方の中でもね、糖尿病の予備軍というのは、本当にたくさん、いらっしゃると思うんですが、まあ、私のようにならないんで、野菜を食べる、ローフードを食べるという習慣を身につけられたらいいんじゃないかと。最初のうちはあんまり、やっぱ美味しくないかったんですが、食べていくことね、はい、なかなか美味しいもんだなと。あ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。あと、食塩は体に悪いと言いますけど、おすすめの塩はありますかと。これもテディさん、なんか、テディさん最近食事に気をつけてるみたいですね。それはもうぜひね、気をつけて。まあ、お塩につきましてもですね、私の妻がとてもとても気を使ってくれましてね、塩分をできるだけ、使わないお料理をしてくれてます。で、まあ、最初のうちは本当に物足りなかったんですが、これも慣れればですね、どうってこともないわけでして、まあ、塩がなくても、ほとんど使わなくても、美味しく食べれるようになります。で、もちろん、その、ある塩が、普通の塩とは、違って、例えば、波動塩だとかね、ヒマラヤの方のね、あれだとか、お塩だとか、良いものというふうに言われておりますけれどもね。まあ、私としては、実際に、あまり塩は、取らなくてもそのうちに慣れてきて、食事も美味しく、慣れると思いますね。塩がいっぱい入ってると、うまいからいっぱい食べちゃうというね、悪い、傾向もありますから。波動の悪い家に住んでると体とか精神も影響を受けるでしょうかっていう、もちろん本当に波動が悪ければ、はい、受けますよね、影響悪い影響を受けますよね。だけれども何をもって悪いというのか、その辺のやっぱり基準でありますよね。まあ、昔、例えば、この家で自殺者がいたとかね、はいはいはい、そういうようなケースはそのように思われるんでしょうけれども、あるいは、昔戦場があった、そばのところに、そばに戦場があった、なんということも言われるかもしれない。例えば、家が、東向き、南向き、北向き、西向きというようなことによってもそういう人もいるかもしれません。まあ、よっぽどだけど、
お金がない、ごめんなさい、お金に、余裕がある人だったらば、いわゆる何ですか、そういったことを配慮した家を作ったり、あるいは引っ越しもできたり、できるでしょうけどもね、ほとんどの方は、そう余裕はないわけで、何かのやはりご縁でもって、今のお住まいのところにおられると思いますんでね、今住んでおられるところでも、私は良い環境に、良い波動の家にすることはできると思うんですね。それはどうすれば、まず、笑いでしょうね。家族で仲良く語り合って、会話をすれば必ず笑いが、こもるというようなこと。そして、まあ、お水、四方にお水を、まあ、四隅に昔は何か置くということがありましたけれども、今言ったように、水を神様というふうに思って、四隅に水を置いて、そしてそこにタンタン、タン、タンとね、手合わせて、家族の、まあ、無事、健康をいつもお願いしていくとか、まあ、それで僕は十分だと思いますよ。はい。そうですね。それで随分変わると思いますよね。それをやるということ自体が、まず一つの意識のね、はい、現れで、そのエネルギーがまた、場を清めるでしょうから。そうですね。はい。あと、結構ね、テディさんが、あれなんです、子宮頸がんワクチン問題とかどう思われますかという。はい、もちろん私はお医者さんというか医学不要論とかいう本が最近流行ってますが、まあ昔からお医者さんがない、いらない世界にしたいなと思っておりました。そうですね。実際にがんというのは、病院、近代の医療の、なんちゅうんだろうな、心の暑さのなさ、ということから、かえって病院に入ったり、いろいろな事前検査をしたときに、悪くなってしまうということが多いと思うね。で、僕は思うには、がんというのは、どなたの体の中にもね、その要因はあると思うんですよ。はい、それが、見え隠れている。聞いたり、聞けたり、聞いたり、聞けたりしているという感じでしょうかね。で、それが、ついてるときにたまたまその検診に行っちゃったときに、がんだというふうに、診断されてるんじゃないかなと。そして、さらにこういう対策、抗がん剤、入院とかいろいろね、まあ、指導をされてしまって、ついたときに、そのような処置をされれば、それはつきっぱなしになっちゃうということで、がんがかえってどんどん進行していくということになるんじゃないかと思うんですね。だから、消えてる時もあるわけですから、消えたり消えたり、次は消えたりとか、そういう意味ですから、はいはい、あまりその、検診と言いましょうかね、そういったことはお勧めしませんね。私は医者の立場じゃないから、こんなこと言っちゃ怒られるかもしれないけども、でも、まあ僕も行かないし、できるだけこれは、その手に乗らないようにした方がいいと思いますね。その手に乗らないっていうのはいい表現かもしれないですよね。はい。あとは、ですね。
ご飯を食べるときにありがとうというのは意味がありますかと。今先ほど言ったようなことで全く意味がありますね。うんうん、先ほどありがとうの大切さをね、お話ししましたけれども、当然、いろいろな、他のエネルギーを食すわけですね。人様、他人の、あるいは、他ので、植物なり動物なり、その命をいただいて、私たちはエネルギーをいただいているわけです。ですから、それに対して、当然のことながら、ありがとうという感謝の思いがないと、私たちの、食料となってくれる動物たちや植物に対して申し訳が立たないですよね。はい、動物たちだって、例えば牛とか豚とか羊とか鶏とか、人間のために、この世に作られた、とは思ってないはずですよね。うんうん、そうですよね。緑の、美しい緑の牧場でもって、ね、飛び跳ねたりしながら草を食べたりして、子供たちを育てたり、作っていくという、そういう生活。それが、動物たちの本来の、姿でありましょう。はい、ところが、海を増やせようということで、必要以上に子孫を作らされて、人間によって、そして、挙句の果てに、なんですな、ランランララランランランララランっていうのはね、子牛がこう、な、子牛が、屠殺場に連れて行かれたりして、あるいは、ギロチン、ニワトリの連中、からすればね、どうでしょう。もう本当海を増やせさせられた結果、殺されるわけです。これはね、とてもとてもね、恨めしいことです。動物たちからしたら。もう、動物霊というのが僕はあると思いますが、その動物霊、というものに対して、やはり、感謝をしなければいけない。本当にありがたく、あなたの命をいただいて、私は元気になれます。本当にありがとうございました。という思いで、お食事をしないとね、この世の中は、動物霊だらけになっちゃう。動物霊というのはどういうことかというと、ウイルスですよ。ウイルスですか。ね、鳥インフルエンザウイルスとかね、あのウイルスですね。で、牛ももちろんありましたしね。そうですね。ありましたね、はい。で、今一番心配されてるのが、鳥たちのインフルエンザウイルスで、これが今度は人から人へその伝染していくと。そうなったら、もうパンデミック現象になって、いっぺんに世界の人口が5億から10億死んじゃうだろうということが、専門家の方々がもう言ってるんですけども、そういう現象を想起してしまう。とにかくこれはね、子供さんたちにね、その意味、食事の前のありがとう、ごちそうさまでしたという、意味、愛をですね、お母さん方がきちんと伝えて、いただきたいと思うんですね。ですね。はい、ありがとうございます。もう一つですね、お水と磁場は関係するでしょうかっていう。磁場？磁場ですね。土地の磁場ですね。はいはい。はい、水が関係しないものは全くないと思いますね。うん、例えば地震だってね、水が関係していると私は思ってますよ。地震が起きるのは地層のずれです。はい。で、地層とは何ぞやというと、その時々の水の量によって、水がたくさん含まれた層と、そうでない層。
とに分かれるわけですね。はいはい、そうですね。水が当然たくさん含まれれば柔らかい地層になりますね。水がほとんど入ってないと硬い地層になりますね。まあそういったことは過去の歴史の中で、培われてきて、この土地面というも地層というものを作っていると思うんですね。で、その地層が崩れると地震になるわけです。そうすると、それはその中、生き物として考えてみた場合には、その中にある水、含まれている水が生き物ですね。だからその、それが騒ぎ始めると、動き始めると、ずれが起きると。そこが地震になるんじゃないかなと思うんですね。で、その、どういう状態でその騒ぎを始めるのかということは、まあ先ほど言った水イコール神様、あるいは神の代という理論、考え方にも、続いてくるんですけども、やっぱり水は人の意識と非常に関係があると思うんですね。水は心の鏡であるというのが私のもう一つの考え方でもあります。ですから、そこの上に住んでいる人たちの心が集約して非常に調和に満ちたものであるならば、地下の水もバランスが取れて、そのままに何事も騒がらない。ところが、地上の水、地上の人の心がアンバランスになった場合に、地下のある水もそれぞれアンバランスになってくる。まあ、そこで、地層のずれに、そして地震が起きてしまうんじゃないかなと思います。ですので、もう十数年前に私は、当時の科学技術省にね、公募があったもんですから、地震予知の方法を、ちゃんと、レポートを書いて提案したんですね。日本中の都道府県、47都道府県の、まあ、に1箇所ずつ、1箇所ずつ、水の結晶写真撮影研究所を作ったらどうかと。そして、毎日定時の時間に、その地区にある地下水、井戸水ですね。井戸水を、500cc なら 500cc 抽出して、それを結晶写真をずーっと撮っていくと。毎日のようにね、データを撮っていくと。そして、ある時に、例えば、ある町で大きな地震が起きた。はいはい、そうすると、その町の記録を遡って見てみる。地震があった1ヶ月前、2ヶ月前、3ヶ月前。あるいは1年前、2年前でもいいんですが、結晶写真の、形がだいぶ変化が出てきている。そういったことがね、私の体験では得られるはずなんですね。そういうことによって、水の結晶写真を、地下水を撮影することによって、地震予知ができると思います。今でも僕はそれをね、可能であると思ってますが、まあ、科学 2年連続して私はたちは申請したのに、まあ、門前払いでありました。門前払い。残念ですね。本当にね、残念ですよ。日本のね、科学者の人たちはね、私がやっている研究に対して何の目もくれていません。しかし、海外ではね、もうあっちゃこっちゃで何とか賞、何とか賞とかね、もういただきまして、大変な評価をいただいているわけですね。まあ、どうしてこういうふうに、こう、日本人というのはね、自分たちの、かっこいい代表なのにね、それをね、大事にしないのかという、まあ、これはもうかわいそう。で、そのありませんね。そうですね、本当に、そういう気質という、ね。先ほどの、質問は、磁場という、磁場と水の関係ですね。はいはい。ですから、そういうことから、すべてはですね、私は、
この地球上に存在をしている人間の人間が、いわゆる波動の発信源だと思ってます。ですから、人間イコール水ですから、水が A、B、C とあって、A の時には磁場がこうなる、B の時はこうなる、C の時はこうなる。それは、あり得ることだと思います。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。感想もありがとうございます。ゆうさんですね。もうすごくいろいろとゆうさんもテリーさんも書かれていてありがとうございます。ですね、ゆうさんですね、こんばんは。ありがとうに一番適した時はむしろ何もしていない時とか何も考えていない時にただありがとうと思う、そして発信するのが一番効力を発揮するのかなっていうことを感想として書かれてますね。はい。それからゆうさん、医者の手に乗らない、そうですよね。まあ、思えばなかなかがんの研究が進みません。特に特効薬ができたらどれだけの、外科医が失業するのかみたいな、ご感想ですね。はいはい。テディさん、最近医者ががんになると抗がん剤を使わずに、自分は治しているという話が多く出ているようですね。はい。K2 さん、水の極性、極ですね、南極北極の極、極性も関係しそうですねと。ユウさんですね、ウイルスでさえ振動数があります、自分の波動と、ウイルスの波動がシンクロしないために感謝の気持ちは寄せ付けないのかもしれないですね。はいはい。っていう感想をいただいてます。皆さん、おっしゃる通りで、ありますね。何ですか、ありがとうというものを、何かを作業やってるときにとか、いろいろね、してるときに、ありがとうとはなかなか思えないのは事実ですしね。で、そういう中で、何も考えてない時間が、に、そういうことを、発信するのはよろしいかと思いますね。それだけ純粋になりますから。そうですね。はいはいはい、はい、ね、いろいろと、テディさんですね、海外の賞をたくさんもらっていて日本で評価されていないのは残念ですよねと。はい、ただね、最近ね、はいはい、全て、ポジティブに考えるようにしてるんですけどね。あは、日本人っていうのはもともとそうなんじゃないかなと。なぜ、海外で評価されなければいけないのか、最初にね、ご存知のように、はい。熊本の平谷神宮で、はいはい。毎5年ごとに、五色神大祭というのは行われています。これはもう数万年前から行われていたという、竹内文書によればね、あるわけですが、実際に、いろいろな国の人たちが、集まって帰ってきてというか表現がいいのかもしれないけども、平和のことほぎのお祭りをやるわけですね。その、行事がなぜ、神宮で行われているのかと思えば、やはり、なんとか天皇という方が、日本人を、全世界に派遣されたんだそうですね。ほうほうほう。16方向かなんかにね。で、最初の文化は、世界の文化は実は日本が大元だったという考え方に基づいているわけですけどもね。まあ、もちろんそういった人はそれぞれ、シュメール人になったり、なんとか人になったり、そのまま定着しちゃうわけですけども、その人たちが5年に一度、ふるさとに帰ってきて、まあ、報告会をやった。それが、まあ、五色神祭。ね。ということなんですが。まあ、これは、オリンピックの、基本的な思想にもなっているそうですけどね。五輪のマークの5つの色。ですので、
海外にまず、日本人は出て行きなさい。平和の使者として出て行きなさい。で、皆さんに和の心とかね、そういったものをお伝えする。そういう、まあ、役目を、時の天皇が何十万年前に命じられた。そして、その仕事がうまくいっている、いっていないかという報告をしに、5年ごとに、帰ってきたという、まあ、それが五色神祭というお祭り。毎年8月23日に、今でも継続的に行われています。今年の8月21日から23日まで、私もそこに行きまして、平田で神宮ツアーというものをやりますけども、もう一度これはぜひ皆さん、ご都合のよろしい方は、行かれるといいんですけども、まあ、日本人の原点的なものがね、そこに見える。ですので、とにかくこう、日本国内でいくらね、やってもダメなんじゃないですか。とにかく、海外でね、評価を受けたら、まあ、その時に初めて認めてやろうというような、そういうようなことだと思って、本当はそうじゃないかもしれないけども、思って、ポジティブに、あまりもう、あまりそういったことでは、批判もしないし、やきもきもしない、そう思ってます。はい。もうね、でも本当、ある意味震災以降もやることをやるしかないよねっていう、そういう方が増えてるところですね。そうですね。それともう一つは、やはりインターネット、はいはいはい、あるいは Facebook など、それに伴う Facebook の発展によりましてね、人々が自分の意見を、きちんと発信できるようになりますよね。そうですね、あれがやはり人類的レベルで人々の意識レベルを高めていると思います。ですので、まあ、私がそのお話ししている内容、自らの伝言的な話、水は全ての源である。その水について、水は人の意識で、その構造を変えることができるんだな。ポジティブな思いで水に接したときはこんなに美しい結晶を作るんだな。ネガティブだとこうなっちゃうのかというようなことが、実はこの13年間、思いのほかに、全世界に浸透をしてきているなという実感があるんですね。そうですね。はい。例えばこの前イギリスに行った時には、今までのイギリスとは全く違った反応を、いただきました。あ、そうでした。はい。テムズ川の川端で、テムズ川の水に対しての祈りなどをやってくれというんで、リードしていただいたんですが、はいはい、150人ぐらいの人が短い間、10名以下にもバラバラ来てくれましてね、皆さん真剣になって、水に対しての祈りを、についてきてくれましたし、どこの会場でももう、スタンディングオベーションの連続でして、6回ほどやったんですけど、イギリスも。6回も、今年の4月のことでした。そして、さらにそれが今年の10月にもね、継続して、今度はまた違った街、ロンドンの中はまだやりますが、呼ばれてるんですよ。で、これはどういうことかというと、イギリスという国はやはりね、なんだかんだと言ってですね、世界のね、文明文化の、ね、発祥地なんですよね。例えば1492年のコロンブスのアメリカ大陸発見から、始まりまして、で、まあ、ヨーロッパに大変な富、黄金というものをもたらしたその発見。それは次には今度は奴隷制なるものを、金ができた、金ができた、だから産業革命ができた。
で、産業は発展した。今度は働く人が足りない。じゃあ、金だけじゃなくて、奴隷も連れてこいっていうんで、今度は奴隷船がいっぱい、出るようになった。そういうわけで、いわゆる帝国主義、植民地主義、という時代を作ったのは、まあ、イギリスなんですよね。そして、イギリスから、新大陸発見に伴いアメリカという国がね、まあ、コロンブスはイギリス人じゃないんですが、アメリカという国家を作ったのはイギリス、という国、が中心でありましたよね。ですので、今の、いわゆる、この500年間のスピリチュアル系の人たちがあまり好きじゃなかった、この500年間。は、いわゆるイギリス指導型と言ってもいいと思うんですね。で、そのイギリス人が十数、三年ほど前に私が初めて行った時には、東洋から来た黄色いサルメってのは、そんな感じだったんですがね。まあ、今度来たら本当にもう、今度行きましたら全然違うんですね。これは素晴らしい。教えを、まとらせてくれている、本当にありがとうございますというような波動を受けました。それがなおかつ、今年の10月ですね、またイギリスにご招待いただいて、もうすでに4カ所ほどでのセミナーが決まっているんですね。あ、そうですか。ですから、その応募度は今変わってきてるわけです。そうすることによってね、やはり、世界も、どんどんそれに追随していくんじゃないかなと、そういうことを期待していきますね。モンローさんですね、質問はここで最後に、させていただきます。すごくもうベーシックなところなんですけれども、水に波動が伝わりやすいのはなぜでしょう難しい質問ですよね。か。で、そういう時に答えるのは、水は神様だ。そういう感じ。実際には、水しか波動を抑えないというふうに考えています。水は波動、いわゆる振動を伝えるべき目的のために存在をしていると。いわゆる、まあ、トラックですよね。物質補給の、エネルギー補給のトラック。地球上に、日本中にね、輸送トラック網がありますよね。で、それが水なんだと。人間の体も含みまして、水が輸送してくれていて、だから水がないとエネルギー補給ができなくなっちゃって、まあ、死んじゃうということになると思います。そもそも水は、そういうものを運ぶために神が設計されたものであるというふうに思います。確かにそうですよね。本当に生物は水がないと生きていけないっていうところで、あり、で、今日ね、江本さんから最初の方にお話しいただきまして、どこにでももうその水の分身はあるわけ、です。それをただ不思議、それ不思議に思ってないですよね。それは、その江本さんがその、水は、水そのものが神様じゃないかっていうのと、神様もそうですよね。もうそこら中に、まあ、日本なんかだとね、神様ってそうですそこよら中ね。にいるよって、同じですよね。ね。そこはなんか僕すごく、あ、そっかっていうふうに、腑に落ちちゃったんです。宗教にもこれ習うんですよ。みんなに平等のことだから、全世界、どこに行っても水は必要だし、ね。だから、特別な教えでもないわけですよ。だから、宗教にはならない。そうですよね。ただ、もうないと生きていけないってすごく大事なものであるのにっていうところで、ね、だからもう一度その水に対しての思いというのは本当に感謝
の思いであったりとか、その本当に神様としてね、ありがとうって感謝するっていうのもすごく大事だし、日本語って面白くて、いろんな争いがあってもそれを、まあまあって沈めるのを水に流すっていう表現なんですけどね。そこでもやっぱり水は使われてるんだななんていうのを先ほどお話伺いながら、思ったりしてました。まあ神はどこにあるんだ、いろいろなね、はい、聖者がいたりして一生懸命、瞑想したり苦行をされたりして使われた方もいらっしゃいますが、まあ実はすぐそばにいたんだという、はいはいはい、考え方ですね。だから自分の体の中にもいるし、目の前にもあるし、そのように、この考え方が僕は世界に浸透したらば本当にみんな幸せな生活が起きるんじゃない、できるんじゃないかなと。ね、そうですね。パエロ公営業の、はい。なんて言ったっけ、錬金術師。アルケミストですか？アルケミスト。はい。アルケミストですね。はい。要するにね、いろいろあっちゃこっちゃこう出回ってね、探しに行ったけどね、ああ、なんだ、すぐそばにあったじゃないかと。うんうんうん、そんなふうに思うんです。そうですね、それは本当に、人類がその長い歴史の中でいろいろ探し求めて喧嘩したりとかあれやこれやあったけど、なんだここにあったっていうところにだんだん行き着いてくるのかもしれないですよね。そうですね、はい、はい、ね、もうね、もう1時間以上経過して、まあ、7月2日から、はい、3週間ほどアメリカツアー、はいはい、セミナーツアーがあるんですけどもね、今日お話したようなことを、はい、彼らに話をしてきまして、はい、果たしてどのような反応を示すかどうに、楽しみですね。はい、今日本当にどうもありがとうございました。ぜひまた会社の方にも伺って、また、はい、一緒に飲んでいただければと思います。ありがとうございます。お酒も水のうちと入っちゃって、そうですね、はい、あとテディさんの方から6月中に浅草で水のイベントはありますかという、質問が来てます。ですね、6月浅草というか私のオフィスでという意味かしら。そうですね、はいはいはい、今ちょっと急にあれなんですが、まあ、私どものホームページ IHM ワールドというホームページ、はい、の検索をくだされば、はい、書いてありますので、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、いろいろと少々お待ちください。あとね、7月の25日にね、はいはい、時間を外した日ですが、隅田川の、はい、テラスで、はい、水に対してのありがとうセレモニーがあります。これはもう入場料とかそういうのはなしで参加自由です。はは、アリカさんという美しい声の、はい、歌手の方とか、バレエの踊りの方とか、はい、何人かのスペシャルな人も、参加してくれますので、これもまた IHM ワールドをご覧いただければ、詳細書いてございますので、はいはい、お越しください、はい、ね、そうです。今テディさんのこともね、書いていただいているかと思います。僕の方でももう一度、これはアメブロの方に入っている、ですね、載せさせていただきました。本当に、この13年、2013年の前半だけでももういろいろな活動されている、ね、江本さんですが、この13年の後半はもうまたイギリスに行かれたりとか、ブラジルがありますね。ブラジル、ブラジル何されに行くんですか？大きなやっぱりコンベンションがありまして、そこに呼ばれておりますし、それからヨルダンとか、
避難系関係、もございますし、中近東ですね、あちらの方も。まあ本当にね、杖引きながら世界歩いてるんですが、いやいやいや、まあ、本当に皆さん、それにもかかわらずよく呼んでくれて、嬉しい限りです。ぜひまた次回ね、そちらに行かれた時のご様子などもね、いろいろお話しさせていただいて、はい、お聞きできればと思いますので、はい、今日は本当どうもありがとうございました。はい、できたらまたはい、例のヒストリー、はいはい、この後流させていただきますので、この後ね、流させていただきたいと思います。はい、はいはい、じゃあありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。じゃあ、それで切っていただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは、テディさん、今日のね、第1部の最後ということで、江本さんのヒストリーの方ですね、流していただければと思います。皆さんもね、本当いろいろありがとうございました。ゆうさん、ね、いろいろ、書いていただきまして、ありがとうございます。あ、シャッサさん、すいませんね、水に感謝して飲むと若返るということあります。あると思いますよ。ぜひね、試してみてくださいね。はい。はい。テディさん、じゃあお願いいたします。ブシさん、ちょっと待っていただけますか。あ、ブシさん、ちょっと待っていただけますかね。はいはいはい、先ほど、はい、テディさんと僕のだけの時にお送りしたんですけれども。ありました。あったんですけど、今ダウンロードかけてるんですけど、相当遅いですね。そうなんですよ。で、事前に送って。すいません、ちょっと今気がつきまして、すいません。はいはい。じゃあ、これちょっとお話しますか。あ、それは嬉しいです。はい。ありがとうございます。ご質問を受けるのが大好きでして、質問が自分を作るんですよね。今水に感謝して飲むと若返るということありますかというすごく。私の顔若く見えますでしょう。うん、顔は。顔も若い。70歳です、ね。いやお若いですよね。うん、でお酒を飲まれるともっと若くなってしまうという。そうですね。お酒の必要性を、はい、お話しますとね、はい、おみきとかそういうので必ずお酒はつきものですよね、神ごとに、はい、で、物質とスピリチャリティという関係は、はい、物質が油のが代表ですね、うん、スピリチュアリティの代表は水なんですね、ですから水と油は混ざりません。だから物質主義者と精神主義者は混ざりません。これじゃあいつまでたっても物質主義時代が続きますね。はい、混ざり合わなければね、混じり合わなければ、そしところが水にも溶けて油にも溶けるものがあるわけですね。それがアルコールです。あ、ですから私のようにお酒が好きなあるいは必要としているものは物質主義の人の考え方も精神世界系の人の考え方もよく理解できる、いわゆる半導体になれる。おお、半導体という素晴らしいヘリクスを持ちます。いやね、確かに、はいはいはい。ね、で、エモスさんのお酒はすごく明るいですよね。はい、もうそれは昔からそうでしたね。母親が明治42年生まれの母親がモダンガールでして、はいはい、とてもお酒が好きで、飲むとシャンソンなどを歌い踊ったりしてた明治前の人がね、そういう母親でしたから、
なるほど。ね、いわゆるモボモガっていうやつですね。モガモガ、はい、モガ、はい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 。ですね。はい。ね、今テディさんがね一生懸命やってくれてます。はい。ユウさんですね、それに気づいたら自分も含めた世界のすべてが、礼拝の対象になり、感謝やありがとうの、気持ち、言葉や思いしか、言えなくなりそうな、言えなくなり、そして感じなくなりますねと、はいはい、そうですね、その通りですね、うん、まあ、考えてみますと、はい、自信も先ほど言ったような理由から、うん、全ての災害は水が関係してるんですよね、うんうんうん、津波にしてもそうですし、うんうん、山台風とかそういうものもそうだし、うんうん、竜巻などもそうだし、もちろん大津波もそうだし、洪水とかいうものもね、水が関係してるわけですよ。で、最近になってその災害がまあ2000年になって多くなって、来てるわけですけども、やっぱりこれは水を神と考えた見たときに、はい、神様怒ってんな、うんうん、お前たち俺がせっかくいろいろともう面倒見てあげてやってるのにもう忘れちゃったのかとか言ってね、そういうような怒りのまあ兆しのようなものを私は感じますね。ですから、世界中の人が私の考え方を理解してもらって、水に対して、尊敬の念を捧げていただければ、神様をね、ようやく分かってくれたかっていうんで、だんだん、だんだんと、良い方向性にこの地球を持っていってくれるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、ね、昔の日本人って何かそういう自然の災害が起きた時に、神様からのお叱りだとか、そういう考え方ってあったじゃないですか。そうです、で実はそれってすごく大事なことだったのに、ここ500年ぐらいそのいわゆる、近代科学とともに、いやあれは電気がねとかそういうその物質的な見方しかできなくなってきた、そこで、人間と自然の不調和というのが、だん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 その差が広がっていったような気がしますよね、はい、その時にこそ本当にその自然を大事にする、そして自分の体の中にもある水を大切にするというのは素晴らしいですよね。はっきり言うと、それっきゃ手がないかもしれない。でもね、本当に、もう10年前か、10年以上前から、もうまずいんだよっていうふうに、まあ、言ってる人っていたわけなんですけれども、はい、ね、ここに来てさらにね、その去年、おととしの地震というのは、おいおいっていう、そういう神様からの、うん、メッセージ。手痛いメッセージだったのかも、はいはい、そんな気がしますよ ね、 ね、そうすると本当に何でしょう、僕なんかは楽観主義者なんで、そういう時こそ必要な人が来るんじゃないか、現れるんじゃないか、でそのね、お一人が本当江本さん、江本先生なのかなっていうふうに思ってます。まあ、僕の場合はそのような役割の中でも、ちょっと稀有なタイプです。いやいや。特に、普通のおじさんという枠からは絶対に外れません。その中に押し、とどまっていますから。ああ、いや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 、ね。それが大事なことだと思うんですよね。うんうんうん、うん。みんなと同じなんだということ。はいはいはい。ね、そこが先ほど の、 その半導体としてのアルコールの役割でしょうかね。そ, う そ, う そ, うねそしたらね、もうね、半導体大いにやらないとまずいですね。はいはいはい。ね、今度、ね、福島の方も先ほど おっしゃられてましたけど、根本さんと一緒に。ね、講演をされに行かれるということで、ね、
あ、質問がいくつか。で、はい、その前にお聞きしたときにね、いや、根本さん、自分で、ね、機械を持ってきて、スバルを歌ってきたよ、なんて、そうなんだ、なんて話を聞いて、その歌っていうのもね、その一つの波動として、なんだろう、平和、楽しさ、を広げるのに、いいのかな、なんていうふうに、ちょっと思いました。はい。はい、もう、すべては振動でできてますから、歌は振動でできてますでしょ。だから、作曲ということは、それを振動を意図的に作成できるわけですよね。はい、はい、はいはい。ですので、人の心を癒すエネルギーが、だから、音楽がない、あるいは歌のない、世界はあり得ない。そうですね。もう公演の時はその大工をね、なんだろう、演奏で使われてるとか。例えば、祈りのセレモニー、はい、全世界でやっていますが、はいはい、必ず歌を皆さんと一緒に歌います。うん、お必ずこの、晴れたる青空からよくもよというのを、ハミングで皆さんに歌ってもらって、あはは。というのは水が好きだから、その歌を。というのは、どうして好きなのってわかるのって言うと、いや、はい、その歌を聴かせた結晶はとっても綺麗だったから、ということ。ああ、もうこうだよっていうね。うん、見えちゃうとこがすごいですよね。うん、誰でもわかっちゃうって。こうでしょ。そうですよね。ね。はい。あとね、何人かの方、また質問を、されています。ひーちゃんさんですね。胎児、あ、これ感想ですね。胎児も水に浮かんでいるので、お腹に向かって愛を送るときっといいですね。はい。はい、絶対必要なことです。はい。ニムラさんありがとうございますね。はい。ニムラさんはね、確か相模湖のそばに住まれてるのかな。ひーちゃんさん、妊婦さんにおすすめの食事や水の取り方はありますか？ん？妊婦さんですね。妊婦さん。はいはい。おすすめの食事、水の取り方、ありますかっていうことです。ちょっと体験者じゃないんでわからないんですが。まあ、常に、実験的にやってきておることは、うん、胎児の方に、胎児に対して、はい、優しく語りかけるということですね。うんうんうん、実際に、そのようなこういう言葉を言ったら羊水がこういう結晶になったというようなこともすでに、実験済みであります。あ、そうですか。そしてさらに、この音楽を聴かせたらばこんな美しい結晶になった、うん、羊水ですよ、うん、ははですから例えば子守歌はブラームスの子守歌がいいよ。もうパンクの曲なんかを聴かせると、結晶がバラバラになってしまう。で、つまり、お母さんが聴く音楽も選びね、うん、そして言葉も選び、うん、そしてまた周りにいるお兄ちゃんお姉ちゃんたちも悪い言葉を使わない、喧嘩はしない、いつもいつもニコニコ笑って、お腹の中の赤ちゃんに、まあ、弟に対してですね、呼びかける。そして何よりも一番良い言葉はお腹の中の赤ちゃんに対して愛してるよという言葉を言った時に羊水が一番美しい結晶になりました。ああ、素晴らしい。ね、本当に今、ね、実際にその、ね、羊水の汚れっていうのも一つ気になっている方が多いと思うんですけれども、それに対してどうすればいいのかっていう、本当にお腹の中の。言ったようなことですよね。はい。今言ったようなことです。それから、お水的には、やはり、はい、まあ、できればエンジェルウォーター。という意味があるんですね、うんうん。エンジェルさん、天使の水ですよ。ね。うんうん、そういう水を飲んで、うんうん、赤ちゃんにそのエンジェルの波動を伝える。
うんうん、1本600円ぐらいですけど、割って飲むことができますから、100倍ぐらいで薄めて飲むことができますから、それほど高いものじゃありません。うんうんうん、今、福島の子供たちに与えている水ですね。うんうんうん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。ね、はいはいはい。あとは、いろいろとありがとうございます。ですね。そろそろ、あれなのかな？テディさん、どうでしょう？あと3分ぐらいでしょうかね。はい、ありがとうございます。ね、準備できました。ああ、そうですか。はい。じゃあ、準備ができましたので、はい、本当ね、ありがとうございます。はい、さよなら。はい、またどうぞ、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のゲストは、ね、水の伝道師、ね、として本当に、いろんなとこを駆け巡られていて、お話つきませんけどね、江本勝さんに来ていただきました。ではね、ここでじゃあテディさんお願いします。うん、テディさん大丈夫ですか？届けて
はい、今日はありがとうございましたね。第1部ね、江本勝さんに来ていただきまして、もうあれやこれやというねお話を伺いました。もしね皆さん、何かね今日の放送、感想等ございましたらね、チャットの方にねお書きいただいてください、ね、はいはいはい、ね、ですね、ひーちゃんさんありがとうございます、エンジェルウォーター調べます、ね、はい、ロンさん、ね、南アルプス天然水飲んでます、はいはい、ね、なるほどなるほど、はい、あとねちょっとねテディさんのお聞きできなかったところもありますけどね、はいはいはい、ジーロンさんありがとうございますね、そうですね。はいはい、ね。じゃあ、本日の、その、ね、心の扉を開くの方をね、読まさせていただきますね。6月17日。ね、どの道も私に続いています。どの道もすべて私へと続いていることをいつも覚えていなさい。ね、この私というのはね、その神様であったりとか、それから私自身、ね、自分自身であったりとか、それから先ほどのね、江本さんのお話だと、その水、っていうふうにね、イメージされても、うん、面白いかもしれないですね。どの道もすべて私へと続いていることをいつも覚えていなさい。中には曲がりくねっていたり、険しいものもあります。とても変わっているように見える道、とても変わっているように見える道、あるいは必要のないと思える道さえあることでしょう。でも心配してはいけません。一人一人が自分なりに道を見つけ、その道を求めるようにしてあげなさい、ね、その道を歩めるようにですね、してあげなさい。そしてあなたも自分の道を見つけるのです。その道がどんなに他と違って見えても、それは関係ありません。最後には同じ目標に到達することを知っていてください。私と一つになることを実現するという目標です。ね、私と一つになるということを実現する。ね、それは本当に、なんて言うんでしょう、その自分と一つになるとか、ね。神様と一つになる。だから水と一つ。まあね、自分の中を、ね、流れている水、うん、それからこの大自然の中を、ね、本当に自由に、動いている、ね、活動している水、ね、ということも言えるかもしれないですよね。私と一つになることを実現するという目標です。まっすぐ私のところへと続く、細い道がありますが、これでは単純すぎる、まっすぐすぎる、私のところへ続いているわけがないと思ってしまう人がたくさんいます、ね、あまりにもシンプルだからこれ違うんじゃないってことですね。そういう人たちは代わりにもっと困難で怪しげな道を選び、自己犠牲と苦痛を体験することで、自分の評価が上がると考えてしまう。このような困難な努力は全く必要ないことですが、人間は自由意志を持っているのですから、どの道を選んでも構いません。だから自分なりに生き、人は人なりに生きるままにさせてあげることですね。自分なりに生き、人は人なりに生きるままにさせてあげることです。互いを非難し合うのはやめなさい。ね、はいはいはい、本当にね、いろいろと面白いですよね。はいはいはい、だからまあいろんなね意見があってもいいと思うんですけれどもね、ただ、結局そのなんだろう、100% ね、OK なものってなかなかなかったりしますね。 100%OK なものってその今のこの自然を、ね、作ってるそのサムシンググレート、
そういう話になってくると思いますけどね。ただ、一応一旦あってもね、それを認めること、ね、特にその最近思うのはその日本人の特質論みたいなところで、やっぱり、ね、3.11 以降、ね、日本人って何なんだろうみたいな、そう思うでいろいろ本読んだりすると、ね、船井さん、ね、船井さんの本って結構、ね、いろいろありますけれども、ある本ちらっと読んだら、ね、その日本人の特質っていろいろあるけれども、ね、例えば和を、ね、尊ぶ、ね、まあ、それに似たものとしてその包み込む、ね、包み込む、ね、それは、ね、いろいろあるけどさ、まあ、一緒に、飲むべえよみたいな、そういう昔で言うならば、ね、なんかね、アマテラスさんがね、もうキーって言ってね、こもっちゃって、ね、とりあえずじゃ宴会するべえよみたいな、それで、しながらなんか来るんじゃないみたいなね、開いてくれるんじゃないみたいなね、それってすごくおおらかでその包み込むところね、そこは日本人のねいいところなのかもしれないですよね。もし、包み込むっていうところがなかったら、アンパンとかね、アンドーナツとか、そういったところは生まれてこなかったわけでね、それから、例えばね日本人が作るカレーライスっていうのもね、インドの人から見るとあれは和食だねっていうね、そういう、目で見られるそうです、ね、普通ね日本人がカレー食べてるとこれはインド料理だよねなんていうふうに思ってるけれどもね、もう、インドの人はあれはもう和食だよっていうぐらい、日本人がね日本人に合う料理に包み込んじゃった、ね、はい、包み込むというか餃子もそうですしね、そういう食べ物の話をするってことはだん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 、ね、お腹が、ね、空いてきたのかもしれませんね。はいはいはい、ね、はい、じゃあ、簡単にね、瞑想の方をね、していきたいと思います。まあ瞑想っていうかねぼーっとする時間ですね。ね、目はね閉じてね、頭少しね前に垂らしてください。これだけでもいいんです、ね、僕はね左右によく揺れますね。これはその背骨揺らしっていうね、気功のね自分が尊敬している先生で津村隆さんっていう方がいらっしゃいます。面白いですよね。あの方はうさぎ年で7月10日、ね、納豆生まれ、ね、自分の一回り上のね、うさぎ年の方ですけどね、その方から教わったんですけどね、腰の根元、ね、仙骨からね、順番に下から順番に左右に揺らしていきます。で、最後に頭が揺れる。ね、そういう動きすると、感情的なものもね、案外抜けやすかったりします、ね。で、鼻から吸って、鼻からふーんと吐いて。で、結構疲れたまってる人はね、鼻から吸って、口からはーっとため息を、ね。ため息つけばそれで済む。グレープですね。懐かしいです。そして、なんとなくでいいです。その自分の中、ね、当たり前のことですけどね、自分の体全身は細胞から作られていて、その細胞を、ね、膨らましているのは水なんでしょうかね。もちろんその血管だとかね、そのリンパ、体液も流れてますね。それらにね、なんとなくね、感謝をしていきますね。
細胞にでもいいです。だからね、自分の中にいる、ね、水、頭から順番にね、頭全体を意識して、ね、頭全体がね口になってる感じでね、頭でね口息を吸って、まあ口からやればいいんですけどね、その時にね、ありがとう、自分の頭の中にある細胞および水たちに、ね、対してありがとう。で、吐く息とともに頭にある、もういらないエネルギー、感情、そういったのをふーっと吐き出します。これは頭の中全体がその新しい愛と感謝で満たされるまでやっていきましょう。どんどん頭の中の水細胞が愛と感謝で光っていきます。今度は、吸う息でさらに頭に新しいね、水分、愛と感謝を取り入れて、吐く息で首から下にその、愛と感謝のエネルギーを体の中に広げていきます。上から吸って吐く息とともに愛と感謝が頭から首、肩、胸に広がっていくのをなんとなく感じてみてください。また自分のペースで吸って吐く息とともに首、肩、腕、胸、それらの部位に愛と感謝が広がっていくのをなんとなく感じます。自分のペースで また吸う息で頭から頭部から新しい愛と感謝エネルギーを入れて吐く息とともにそれが首、肩、腕、胸、お腹、背中に広がっていくのをなんとなく感じてください。さらに吸う息とともに頭から新しい感謝、愛、エネルギーが入ってきて、それが首、肩、腕、目、お腹、背中、腰、そして、太もも、ふくらはぎ、足先まで広がっていくのをなんとなく感じます。今度は吸う気で、頭、頭部に、新しい愛と感謝を入れて吐く息とともにその下、体全体が吐く息とともになんとなく愛と感謝で広がり光っていくのをなんとなく感じてみてください。吐く息とともに体全身が愛と感謝で光ってるっていうのをなんとなくイメージしていきます。
ではもう一度大きく息を吸って、そしてゆっくりと息を吐きながら、少しずつ目を開けて終わりにします。はい、今日はね、こんな感じでそろそろ終わりにしたいと思いますね。リスさんいろいろ書いてますけどね、ありがとうございます、ね、はいはいはい、うん、水道水の話ね、テディさん、うん、聞けばよかったですね。はいはい、はい、じゃあね、そんな感じで、そろそろね、お開きにしたいと思いますね。テディさん、今日もありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ふる。いきなり震えました。水道水の件、ちょっと聞きたかったですね。ほら、昔の、なんだっけ、塩素殺菌してる水道水はまずいって話が10年前とかずっと言ってらっしゃいましたけど。はい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 、はい。でだんだん東京都とかオゾン脱水、オゾンなんだっけ、オゾン、うんうん、オゾン浄水、浄化みたいに変わってきたんですよね、うんうん、そうするとトリハロメタンとか発がん性物質が出ないっていう話があって、うんうん、でまあでもどうなのかなっていうのがあって聞いてみたかったですね、ちょっとね、うん、じゃあ今度ぜひ聞いてみたいと思います。はい、はい、ね、今週はこの後どんな感じで、あ、今週ですか、今週ね、どうなんだろう今週普通なんですけどほい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 、なんかあったかな、ちょっとわかんないな今日今週普通じゃないかと思うんですけど、普通の通常の編成でいくと思うんですけどね、はい、普通の素晴らしいスピリチュアルテレビってことですね。はい明日の朝私ですね、はい、多分ね、そうですよね、はい、先週がトシさんとナナミさんだったんで、はい、明日はテディさんですよね。そうですね、ちょっとタイトル変わってますけどね、はいはいはい、うんうん、ね、それから、まあ、来週がね、来週の月曜日の夜が国際ヒーリング看護協会さんが主催でやられます。何かはまだ未定です。はいはいはい、ね、あとは、ね、その次7月もまだ未定ですけどね、ちょっと、ミカエルさん、正道さんにちょっとね打診してます、ね、どうお返事が来るかっていうところですけどね、まあ、ヒーリング看護協会の方もね、実は今いろいろとね、スピリチュアルテレビでどういう番組をやっていきましょうかっていうね、話し合いが今日の午前中も持たれたりして、ね、さらにね、いろいろ深いところまでね、なんだろう、いろいろと、考えられる、感じられる、そういうテレビ、番組作りをね、されてますんでね、乞うご期待っていう感じです。はい、はい、はい。ね、そんな感じですね。はい。っていうところで、ね、そろそろ今日は終わりにしたいと思いますね。ゆうさんもありがとうございますね。シャスタさん、さっきのですね、すいません、朝から晩まで人々は思い、考え、波動は常にせかせかしていて、交通渋滞を起こしていますが、ですので、思いはなかなか伝わりませんが、水は救急車なので、素晴らしいですね、他の思いが道を通してくれ、あなたが楽しい時に、感謝したい時に、少し水を口に含み、少ししてから飲んでください、きっと分かります、そんな気がしますね。ゆうさんありがとうございますね。はいね、皆さんもね、今日はね、また長い間ね、いろいろとありがとうございました。
ね、そろそろ今日はねお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。ね、シャッサさんありがとうございます。チーロさんありがとうございました。